千円札紙幣に描かれている絵といえば、野口英世、そして富士山を思い浮かぶでしょう。では、ここで実験です。実際に千円札を取り出してください。野口英世に注目、野口英世の鼻を起点に半分に折ってください。右半分の野口英世の顔左半分の野口英世の顔全くの別人に見えます。 左半分の野口秀夫の絵の裏は富士山が描かれていますそして野口秀夫側から透かしてみると裏の富士山の絵と表の野口秀夫の目の絵が重なりますこのような絵は他でも見たことがあります US ドル紙幣要はプロビデンスの目 フリーメイソンの象徴野口英夫はフリーメイソンのメンバーだったと言われています裏面に描かれている富士山逆さ富士ということで湖面に富士山が反射していますしかし湖面の富士山をよく見てください富士山の形と違います富士山ではない富士山でなければ一体どこの山 一説では市内さ,さんとはアフリカ大陸北東部の市内半島にありあのモーセが神から10回を受けたとされる場所富士山は日本の象徴市内山はユダヤの象徴なぜ富士山の湖面に映っていたのが市内山なのでしょうかちなみにお札のデザインは財務大臣が定めることとなっています